皆さんお疲れ様です。スターレイトと申します。はい、今回はですね、前回の動画でもチロッと、言ったかなと思うんですけれども、まあガチャガチャをね、今日はしていくやつなんですけれども、まあ、何のガチャしていくかって言ったら、この浮世姿ガチャ、これやっていこうかなと思います。でこれね、なんかちょっとなんていうかな、調べたら最初の動画で60連やって、んで、その次の動画で30連やってて、今90連引いてるみたいなんですよね、これ。今90連引いて、ミケだけ、しかちょっとまだゲットできてないので、まあ、2話とリヴァイをね、ちょっと狙って、もうちょっと頑張ってみようかなと思います。2話はまあまあ、さることながら、リヴァイもね、この前、模擬戦やったらめっちゃ強いんよね、ほんと。なので、欲しいなーっていうのは、ちょっと日に日に強くなってきたかな。あとは、チケットがね、10枚、溜まったんで、その、まずチケット10連と、万が一ね、まあそんなことはないやろうけど、万が一チケット10連で2枚抜きできひんかったら、赤石で、まあ、30連かな。なので、最大で40連。合計それやから130連ぐらいになるかな。いや、もう一個ぐらい引くやろ。まあ、とりあえずチケット行こう。まあ、この辺で様子見ていくんやけど、オッケーオッケー。ミカサ。まあ、ミカサが見てるっていうところで、その左手をかっこよくガブリンチョしてくれ。押したわ。押したわ。ただ、俺は言うとく。ミケだけはやめとけ。いや、ほんまに。いや、フリとかちゃうから。ここで、ま、リヴァイか、もしくはニファ、求む。ほんまに。ほんまに。結構じらすな。最後の方で引いたよな。ラストぐらいがこれ。やっちゃうな。よし、この次やな。さて、はい。ありがとうございます。ありがとうございます、チケット様。オッケーやな。とりあえず、リヴァイはとりあえずゲットできた。まあ、なので、あとは2波だけか。まあ、ピンポイントやからな。勘だとしても、3分の1の純情な感情的なやつなんで、まあ結構厳しいけど、まあ30年やろ。まあ、行こう。はい、イカさん。もうこれ、いただいても、いただいたと言っても、過言ではないってやつか。さあ、もう一回ガブリンチョしてくれ。せえへんのかい。とりあえずガブリはせえへんかったからピックアップはしんどめ。はい、ここか。あ、違うわ。はいはい。まあベルトルトね、もうほんまピックアップ以外がしんどすぎ。いくぞ。赤石では、20連目か。はい、いけ。ぼっち？ぼっちでもいいよ。そのマントさえ取ってくれたら。なあ。こうなったら、もう、厳しい。そうですか。次、ラストやからな。とりあえず、この次の10連で、撤退かな。いやー、まあそうなるか、実際。まあでもリヴァイゲットできたっていうのはでかいな、正直。さあ、浮世姿ガチャ、トータルで120連目いきたいと思います。まあ、120連で2枚抜きしてるから、まあ悪かないか。まあ、そしてここにミカサおるんで、マントつけていってんな。いくぞ、エレン君。はい。はい。ありがとうございます。もうこれ分かってるよな。分かってるよなって、ほんまに。もう3分の1なんでね、ここで。その純情な感情を、ニファに、言い抜いてくれ。ここか。おぉ。ありがとうございます。いやー、よかったー。いや、これでも、はい、すいません。満足です。大満足です。すいません。生きてるとか言ってすいません。エレン君。しっかり仕事してくれましたね、今日は。はい、ということで、今日は、イケメンでしたね、エレンが。
チケット10連と、赤石30連、まあ、計40連で、リバイト、ニファと、まあ、欲しかった両名、ゲットできたんで、もう大満足です。はい、ありがとうございました。はい。で、とりあえずは、育成していくんやけど、まあ、そやな、リヴァイはまあ、とりあえず、後回しかな。うん、まあまあまあ、模擬戦までにって感じなんで、とりあえずニファを、育成して、まあ、うん。ちょっとね、もう渋滞なんよね、育成がね。特に、あのね、限界突破ね。その辺の翼落ちませんか翼がないんですけれども、はい、ください。まあ、そんな歌あったな、前か。というところで、今回は大満足の結果と、久しぶりやったね。まあ、久しぶり、まあ、久しぶりっちゃ久しぶりか。うん、いい結果を、見てくださってる皆さんにお届けできたことを嬉しく思いますと。そんなこと言って見ながらも一番喜んでるのは自分なんですけど、はい、というところで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。